花の山とガーデンチャンネルです。私、植物を育てるのが大好きなまっちゃんです。今日はですね、3月15日ということで、3月もですね、ちょうど、半分過ぎようとしています。おとといなんですけどもね、朝、家の中からお外の風景、ちょっと眺めてたんですけど、家の敷地のちょっと外にですね、梅の木が、あるんですけどもね、そこでですね、キジバトが3羽っていうんですかね、3羽ですね、止まってたんですけどもね、そのうちのですね、2羽がですね、激しくやり合ってるんですね。で、この3羽、要は、1匹のメスをこう巡ってですね、オス同士がその、メスの奪い合いをしていると、そういう場面にちょっと出くわしたんでね、いよいよもうこれ、春で、鳥たちもこう繁殖の方時期にですね入ってるんだなっていうふうに、感じました。春だなと感じた朝の風景でございました。それではですね、今日はですね、春植えの球根植物、また一つご紹介したいんですけども、ネリネですね、春植えのネリネの球根の、お話ししたいんです。で、ネリネと言いますとですね、ご存知の方多いと思うんですけど、夏にですね、植える球根、ネリネって言ったら春じゃなくて夏じゃないのっていうふうにですね思われる方非常に多いかと思うんですね。で、夏、そうですね、7月の下旬もしくは8月の上旬ぐらいになると、お店の方に、ラベル付きの球根なんかでこう、店頭に並ぶわけですけども、大概ダイヤモンドリリーというふうに書いてあることが多いですね。あんまりこう秋の球根はネリネという名前では出てなくて、ダイヤモンドリリーという名前で出てるわけですけども、本来の名前っていうのはネリネっていうのがこれ、世界共通の学名なんですけども、お花がですね、この花びらの一枚一枚にこうラメをですね散りばめたような花びらでしてですね、それがお日様に当たるとキラ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 こう輝くので、ダイヤモンドリリーっていうふうにですね言われているわけなんですね。で、商品名もだいたいダイヤモンドリリーっていう名前で、これ販売されているわけなんですね。で、ネリネ、夏から初秋にかけて植える、ネリネ、ダイヤモンドリリーと、またこれ別に春植えのネリネっていうのがあるんですね。で、こっちはですね、あんまりダイヤモンドリリーとは呼ばないわけですけども、中には呼んでる方もいらっしゃいますけどもね、これ何が違うのかって言いますとですね、どっちかっていうと、こう、夏に植えるダイヤモンドリリーと、こう、ネーミングされたものの方がメジャーなわけですけども、これ、名前がですね、本来はネリネ・サルニエンシスという名前でしてですね、で、これ、生育するのがですね、冬場、ですね。大体秋の遅くから冬にかけてがこう生育するタイプなんですね。冬生育型というふうにこう言われるわけですけども。で、それと違って春の、ネリネの場合はですね、夏生育型と言いましてですね、これ春に植えて気温が上がってくると活動を、開始して、夏の間もこれ活動をしてるわけなんですね。ですで、夏に植えるタイプっていうのは夏は、球根眠ってます。で、この眠ってる時期に、店頭なんかでこう球根でこう販売されるわけですけども、だからちょっと違うんですね。この生育のなんていうんですか、サイクルがですね、夏は
寒い時期に生育して、大体まあこれ11月ぐらいになるとお花咲くんですけども、その後葉っぱが出てきて冬中葉っぱがこう生育して、大体、冬それから春、ですね、生育続けて、気温が上がってくる5月それから6月になるとだんだん葉っぱこれ枯らしていくんですね。これがまあ夏に販売している冬生育型のネリネ、ネリネサルニエンシスという通称ダイヤモンドリリーですけど、でこの春はですね、まあ開花時期はそんな春に植えるネリネっていうのも開花時期は先ほどの夏に植えるものとそんな変わんないんですけども、生育サイクルがですね、春植えて気温が上がってくると葉っぱを出してきて、夏にこう夏も生育する、で秋涼しくなってくるとお花を咲かせ、で今度お花が終わったらこう寒さが、まあ来るわけで、この寒さでだんだん葉っぱがこう枯れていって、冬場休眠するというですね、ちょっとこうサイクルが違うわけなんですね。で、春植えのネリネにはですね、まあ大きく2つ、まあ種類がありましてですね、1つがネリネボーデニーという、種類です。まあこれもお花のね、まあ形なんかは、まあ夏植えタイプの、ダイヤモンドリーにこう似てるわけですけども、まあ夏に植えるダイヤモンドリーって、まあ花色が、まあ割と豊富で、赤、ピンク、で、ピンクでもこれ色幅が、ありますので、ローズピンクがあって、薄い、パステルピンクがあって、それからサーモンピンクなんかもありますね。で、他には、まあ、白とか、まあ、オレンジっぽい色なんかもありますけど、この、春に植える方の、ネリネ、ボーデニーはですね、大体、まあ、濃い、ピンク、それから、まあ、ちょっと薄いピンク、白、大体この3種類ぐらいなんですね。で、ただその濃いピンクがですね、これ私、ちょっと大好きなんですけども、色は濃いピンクなんですけど、そこにですね、こう、青みがかかるんですね。だからなんともですね、この綺麗な、濃いピンクに、その青みがかかることによって、すごくちょっと神秘的な、っていうんですかね、ちょっと幻想的な、ちょっとこう、ピンクでも風変わりな色合いしてます。で、大体まあこれ、10月の下旬、もしくは11月上旬からこれ、咲くわけですけども、この、お花の特徴としてはですね、非常にこれ花持ちがいいですね。寒い時期11月ぐらいから、これお花咲きますので、花持ちがいいです。まあ短くても2週間から大体1ヶ月ぐらいこれ咲いてくれますんで、で、お花の非常に少ない時期ですよね。11月というのはですね、11月から12月というのは非常にお花の少ない時期ですので、そういうお花の少ない時期に楽しんでいただけると。で、これもまあ、夏植え型の、ダイヤモンドリリーと一緒で、こう花びらに、やっぱりラメを振りかけたようなですね、お日様に当たるとキラ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 と、輝く品種ですので、非常に美しいです。私もこのネリネ、ダイヤモンドリリーっていうのはもう大好きだったもんですから、もう15、6年前には、だいぶとですね、まあ、植えて毎年楽しんでたんですね。で、私はその、夏の、そのダイヤモンドリリーと言われるものと、ボーデニーと、育てて、もう一つ、育ててるのが、今でも育ててるんですけどもね、ネリネクリスパというお花がこれ、もう一つあるんですね。で、これも春植えの球根になります。で、これはですね、まあ、ボーデニーとかサルニエンシスなんかとちょっと違って、お花が非常に小さいんですね。開花時期なんかはまあ11月、から12月ぐらいですけど、お花はですね、まあ、普通のそのネリネの半分以下かな、
もう非常に小さくてですね、でこの小さいお花がですね、まあ、一つのこの、花の茎に、まあ、10個前後ぐるりとこう咲いてくれましてですね、で可愛い小さな、お花で細い花弁でですね、非常に何て言うんですか、プリティっていうんですかね、可愛いんですよね。まあちょっと一回ねこう写真を、見ていただければわかるかと思うんですけども、でまあこれ春梅のその練りね、非常に寒さ割りかし強いですね。そのボーデリンにしてもクリスマにしても夏に植えるタイプに比べると、寒さ強いです。だいたいマイナス10度ぐらいまではこれ耐えますので、お外で十分に冬越し、できます。で夏植タイプよりも非常に丈夫ですのでね、水はけのいいところであれば、まあ、地植えなんかも、できますので、まあ、ぜひこれ育てて、いただきたいと思います。どちらかというと肥料系あんまり欲しがりません。それからお水もそんなに欲しがりません。割とほったらかしっていうんですかね、無肥料、それからお水も本当にあげなくてもいいぐらいのですね、非常に丈夫な植物ですので、ぜひともですね、一度栽培してはと思います。私大好きで、もう長いことですね、まあ、今でもまだ15、6年前に植えたやつがお庭にまだ残っているんですけども、長いこと育てて楽しんでます。冬少ないお花の少ない時期にですね、咲いてくれるってこれ非常に貴重なお花です。でお花が何よりもそのお花がキラ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 ですね、輝くんですね。本当に先ほど言ったダイヤモンドリリーってこうダイヤモンド宝石みたいなですね、こう輝き放ってるお花ですので、ぜひともですねこれおすすめしたいお花なので、まあオンラインショップの方を一度見てみてください。本日の動画がちょっとでもためになったらと、思われましたらグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。